ゆがちゃん、なんか今までやってきて思い出に残る企画とかコーナーとかありました？私はあのぬるぬるローションのトーンがすごい長くやったじゃないですか、ね、私結構無敵だったもんね、王者いただいてたんで、思い出に残ってるのと、あと最近の放送のやつがなんか TikTok で、見た見た、なんかバズってて、すんごいちょっと嫌な感じで隠されてたけど、バラエティーなんでね、まずね、大丈夫、仲悪くないですからね、最後の大丈夫大丈夫悪くないよね、私たち把握してる分、大丈夫かな。